なんか結構こういうのから僕なんか勉強して学んだってことがファッションってあんまなくて、あでもやっぱ目次からしてやっぱいいもんね。なんか気になりますもんね。ベーシックというとても大事なものっていう、そこからスタートしてるっていう。まあせっかくなんで、あの今持ってる割と身近にあった黄色持ってきたんですけど。じゃあ最初に聞きたいのは、この企画どういうその経緯でできましたか、うん、みたいな。うん、聞ければと思うんですけど、センスをまた学び直すって、うん、何で思ったんですか？ああ、それは今からこう開封するちょっと一つ封筒があるんですけど、その中に一つヒントがあるんですけども、この YouTube、これからちょっと思考を変えてっていうか行きたいなってちょっと考えてる時に、そもそもいろいろ僕喋ってたり、こう商品も仕入れてアーダコーダストーリーとか話してるけど、結構知らないことあるんだよなと思って、でこの間みんなにちょっと話してる時に、もう言ってしまうとこの中にはいっか、開けながら行きますか。いいっすか、開けて。どうぞ。今朝届いたばかりの開封動画って結構みんなやるけど、ちょっと憧れてたんですよね。いいっすか。いきますよ。大したことではないのかもですけど。そのまんま。来た。チープシック。うわぁ、黄色。いや、これ、この間も若い男の子と喋ってて、僕もチープシックも最高でした、みたいな。これでファッション楽しくなりました、みたいなこと言ってて。あ、やっばと思って、そういえば見たことないって。いや、僕普段話してる内容からすると、多分チープシックなんてもう読んでるでしょって多分思われてるだろうなと思って生きてきたんですよ。でも実はゼロではないと思うんですけど、ほぼ見たことなくて、だからなんか結構こういうのから僕なんか勉強して学んだってことがファッションってあんまなくて、見よう見まねというか、海外とか行ってもそういうファッションみたいとか、なんか昔も、当然ブーンとかアサヤンとか僕はそういう世代なんで、めちゃくちゃそういうのでうんちくっていうか見てきたんですけど、スタイルに関しては昔ストリートって、今もあるのかな、ファッションスナップの、あれとかめちゃくちゃそういえば大好きで、多分僕がこう外しみたいなものを覚えたのってそういうのだったりとか、結構ストリートファッションだったりしてて、実はなんかこれ読んでないことが、こう YouTube なんかやろうかって時にも、そういえばなんか勉強したいなみたいなっていうところから、ちょっとここにカンペみたいなカンペがあるんですけど、一応今回金子刑事のセンス再入門と、こういうタイトルでちょっとなんか続けていきましょうかというふうになってて、でこの企画ではレショップのバイヤーである私金子刑事が心の赴くままにセンスというものについて学び、考え、そして伝えていく番組です。一応そんな感じになっておりまして、で、でもチープシックになったのは、そもそもここにいらっしゃる方が、例えば金子さんだったら黄色をテーマになんか一個どうですかみたいな話があって、よくわかんないけどじゃあ黄色でいこうみたいな、そこでちょっとそういうふうに僕は思いついて、ついでにそのチープシックってこれ黄色だったなと思って、そこに引っ掛けてちょっと黄色というテーマで今回、これ買ってね、はい、今日届いて今開封したんですけども、まずはこういったものを僕もちょっと読んでみて、これはなんかでもやってきたことの復習みたいな感じなんですかね、答え合わせというか、ね、これもある種答えだと思うんで、そこちょっとどうだったのかなっていうのをこうさらっと見てみたいなと思ってます。何年前で、めちゃめちゃ昔の、結構古いよね。だっていつ、77年、すごくない？何歳ですかこれ、何歳、48とか、一緒だから、いや僕73年だから、でも4歳ぐらいの時か、すごっ。そうですね、全然生まれてない。全然で、しかもあれでしょ、もう誰がどう見てもチープシック、もうミスターチープシックみたいなさ、色雰囲気出してるけどさ、雰囲気ですか、見たことないんでしょ。ないです。ネットの検索画面の画像ってところでのこの紙面、
いや、イヴ・サンローランとか自分も意外に思ってる方いらっしゃると思うんですけど、石黒くんがチープシックをこの読んでないって結構僕は衝撃的っていう、意外と読まれてないっていう、はい、だから多分この YouTube 見てる方でもこう知ってるけど実際読んだことないって人多いんじゃないかなと思うんで、まあ読んでみてちょっとおすすめできればなぁなんていうふうには思いました。あ、でもやっぱ目次からしてやっぱいいもんね。なんか気になりますもんね。ベーシックというとても大事なものっていう、そこからスタートしてるっていう。これはもう僕もなんか再三偉そうに言ってるようなことですよね。ベーシック。やっぱベーシック知らないと応用なんかできないからさ、みたいな。っていうことですよね。でも一番大事で一番シンプルなのが最初に来るって。本当にクラシックなもの、うん。その次にクラシックなもの。アンティーク、スポーツウェア、民族衣装。一枚の生地とあなたの体。作業着の着こなし方。いろんな服の組み合わせ、ショッパーズガイド。で、このインタビューはね、いろんな人、イヴ・サンローランとか、あんま知らない人ばっかなんですよね。よかった。僕が全然知らないだけかと思って。なんかね、イヴ・サンローランだとこうクラシックに徹するということについて語られてたり、オフィスユニフォームについて、インゲボルグデイさん、知ってる？さすがっすね。着ていて気分が良くなる、慣れる服なら何でも着てしまうこと。ナンシー・クロー。ボロをデラックスに着る。エワ・ラドリング。デラックスに着る。初めて聞きましたもん。1年間の衣服代が150ドルの大学生。ほー。結構面白いっすね。いや、でもこういうの見て、ね、こう服に携わる人たちはみんな、ね、漏れなくみんな、漏れなくみんな、あ、でもリーバイスから、あ、ね、やっぱりそうなんですね。すげえすげえ。いきなりリーバイスから、しかもこのポケットの手の入れ方、あ、おしゃれだ。もういきなり洒落てるっていう、見たことのない入れ方。いい写真ですね。例えばジーンズみたいなものっていう入りがやっぱなんかいい、いや、いいですね。もういきなりやっぱ勉強になるもんな。じゃあこの今後この企画で、はい、そこから何か得たものというか、うんうんうん、と、あの金子さんのストーリーというかセンスに、はい、あのセンスを学んだなみたいなのを共有してくれるという企画、うん、そうです、ですよね。そうなると思いますね。今のところ買ってたらね、ちゃんと最後まで読んでいただくっていう。そうですね。ちゃんとこれ読みますよ。渡すからね、次。僕、今のところは実費で支払ってるんで、これ。そうだよね、はい。僕のものにしようと思って。いや、俺払うよ。僕も欲しいです。本当？買えばいい。ああ、でもクラシックな服とは何だろうかっていう、本当そうっすよね。これ、でもレショップのメンバー全員読んだ方がいいじゃないですか。みんな読んでるかもしれないですけど。読んでんじゃないですか、でも。いや、でも結構不真面目な人、不真面目っていうか、あの勉強嫌いな人多そうだから。かっちりした人間があんまりいないですからね。でもやっぱ近道ですよね、こういうのは。なんかこう経験積んで覚えていくのもいいと思うんですけど、まあ僕もどっちかというとそういうタイプですけど、こういうの読んじゃった方がやっぱ近道だよなっていう、そんだけこうね、見方がやっぱ変わっていくから、もっと入ってくる吸収力も違うような気がするし、なんか今たちだともっと純度高いっていうか、うん、なんか広告じみてないっていう、うん、まあもう全くそういう要素ないですよね。でもこれなんか現代版でまたね、チープシックもう一回これ作ったら面白いかもしれないですよね。確かに、やっぱ、チープシック特集、あ、さすがっすね。割と定番の企画で、まあまあそりゃそうだよな、うん、チープシックなんかそれぞれの人に自分なりのチープシックがありますよね。確かに、うん、それはそうですね。やっぱり僕はちょっとその金子さんのチープシックが知りたいなと思って、結局その自分のクラシックな要素って何なんですかみたいなところを、ちょっとせっかくなんで聞いてみたいなと思うんですけど。僕のクラシック、はい、例えばその今回黄色って話があったじゃないですか。ああ、はいはいはい。金子さんにとってのクラシックという意味合いかなと思ったんですよ、うんうん、お、まあそもそもね、黄色を出してくれたのは玄君で、はい、ね、はい、
結構黄色を好きだなっていう、あそうですよ、ねね、イメージがすごくあって、うん、確かにそれはありますね。自分なりのその独特の黄色の色合いだったりとかがあるじゃないですか、うん、で何かあったらそれを選ぶっていうのは結構すごい自分のベーシックかなって、うん、じゃあなんでその黄色好きになったんですかっていうちょっとお話をそんなに聞いたことがなくて。そうですよね、はい。しかもあの LE で T シャツで、ああもう僕の好きな色みたいなやつで黄色をやったこともね、はい、完全に金子カラーって言っちゃってる、言っちゃってるやつありましたね。ありましたよね。黄色って僕初めて着たのっていわゆるそのヴィンテージスウェットレプリカみたいなやつのなんかフードの、体がまあちっちゃかったんだけど結構デカめのサイズのなんかセールで売ってたような黄色のパーカーを着たのが一番なんかこう、まあ、本当に今思い出したんですけど、それが初めてっていう記憶があって、でそれを結構よく着てて、で僕なんか親父にケージは黄色が似合うなって、僕そんなあのそれ褒められてるうちに入れるんですかね。まあそうだと思いますよ、ね、いや僕多分褒められたのってそれしか覚えてないぐらいなんですよ、はい、えって思って、そっから自分は黄色が似合うんだっていうふうにちょっと思ってでも別にそれを意識して選んできたわけじゃないけど、やっぱこうね、当然男の服のベーシックな色ってあるけど、そこのこの次のこの指すものとして黄色っていうのは常にやっぱこう見続けてきたというか、もういい黄色があればやっぱ欲しいみたいなのはなんかずっと染みついてて、なんかこうファッションに入ったのもやっぱね、アメリカ製の501をジーンズ屋に買いに行くようなところから僕はスタートしてるんですけど、やっぱあのデニムのインディゴと黄色ってすごく合うし、こう何かとやっぱアメリカの定番アイテムのなんかベーシックなカラーと実はすごく相性がいい色として、しかもまあ似合うって言われちゃってるんでお墨付きですよね、まあ、例えばじゃあでもくすんだ赤みたいな、こう日焼けしちゃったような赤みたいな、ああいうのもなんか、ね、デニムにかっこいいし、まあ、いろいろと差しはあるんだけど、うん、多分やっぱ似合うって言われちゃったその黄色っていうのが僕のこの差しのカラーとしてこう恥ずかしげもなく来たっていうか、まあ、せっかくなんであの今持ってる割と身近にあった黄色持ってきたんですけど、本当は T シャツとかもあったんですけど、ちょっと僕引っ越しでなんか前の家の着っぱなしみたいで、ごく一部です。何ですか？これ知らないよね、そういうのね、はい、これさっきもちょっとあのチラ見さした時にやたら食いつかれてたんですけど、あのモニタリー、おーえへへって感じでしょ。でもモニタリーって実はマンパとかって結構作ってて、そうで、まあ、シェラでもないしフィルソンでもないし、結構こうでもなんかちょっとハンティングっぽい感じもすると思うんですけど、はいはいはい、割とこのモニタリーのマンパってすごくかっこよくて、前からあの、まあ、レショップでもちょっとやってた時があったんですけど、結構十何万とかしてたかな、へー、高くて、でこれに関しては自分がこう知らない時代のやつなんですけど、モニタリーのユキさん家に遊びに行った時に、ロサンゼルスにあの玄関のところにこれがかかってて、めっちゃくちゃかっこよくて、で僕はその時のもらった状態のこの汚れてるのがすごいかっこよくて、で、まあ、僕が欲しそうに見てたらあげるよって言って、でそのユキさんはあの、まあ、本当に単純に雨が降ってたりとかこうなんかそういう時にパッと着ていけるようにこう玄関に置いてるみたいな感じで、ああそういうことなんですね。本当道具としてこう置かれてて、はい、だから別に汚れようがなんだろうが、とりあえず身を守るこうカッパみたいな感じで、もうその使い方とかももう憧れじゃない。憧れですね。でも日本だと我々だとまあ電車も乗るし、こういう公共の交通機関みたいなところとか、まあ、会社行ったりとか、まあ、そういう風になると、じゃあパッとなんかね玄関にあるの着ていくって言ってもそんな汚れてたら困るし、でもこれってやっぱロサンゼルスのね生活だからこそ、まあ当たり前にこうやって洗わずになんか汚いまま、まあ必要とあれば着るみたいな、そのものが欲しいから絶対洗わないと思って、
なんか大事に取っといてるっていう。いや、かっこいい。まあ、これもなんか偶然黄色だったというか、まあ、これオイルドのワックスが効いたやつ で、まあそうですね、これね、アメリカ製のワックスコットンなんですよ。アメリカ製のワックスコットン、例えばバブアとかね、うん、あるけど、あれではなく、アメリカにもそういうのって実はあって、あんまり聞かないかもしれないですね。だからもしかしたらフィルソンとか、そういう、ああいうところではやっぱあるんだと思うんですよ。要はハンティング系のところとか、はい、そういうところで使用されているものを、まあ、モニタリングで使ってて、でちゃんとこういうところも、こう、あ、本当だ、雨がこう逃げるように、多分ね、こういう、そう、こう、こっちに流れてこないように多分なってたりとか、なんかいちいちかっこよくて、このウエスタンヨークみたいなのも多分こうなんか上からどっちかというと逃がすためなんじゃないのみたいな、はい、そんな気が、かっこよすぎるでしょ。え、これかっこいいな。こういうツバとかもね、ちゃんともちろん、うんうんうん、まあ、いきなりすごい、まあ、これはもう黄色というよりも物の話しちゃいましたけど確かに、まあ、でもこれもやっぱこの黄色がこのかっこいい玄関の 木の玄関かなんかにこう溶け込むようにかかってて、そこにやっぱこう惹かれて、まあ、しかも手に入れてしまったっていう感じです。でこれあのちょっとアウトドアプロダクツみたいな感じの、これエルベ・シャプリエなんですけど、アウトドアプロダクツで作ってた時代のやつ で僕はこれあの本当にこのその時代に手に入れてて、パリのエルベ・シャプリエのお店で初めて買ったのがこれで、やっぱ初めて買うのに黄色をいってしまうっていう、もうどうしようもないぐらいもう黄色が好きっていう割と奇妙な黄色ですよね。なんかもちろん黒とかネイビーとか、まあ、みんなが買うおしゃれなシャプリエがたくさん並んでんだけど、あえてこの残り物のようなこれを買ってしまうっていう、どうしようもない、どうしようもないぐらい、どうしようもない黄色ビュー。そうなんです。でこれはこれやばいですよね。もうヒッピーのキャップっすよね。これあの 7x7 の川上さんがケチョップでフリマやった時に置いてあって、もう速攻 手にやっぱこれも多分黄色に目がいったのか分かんないですけど、まあでもこれはもうちょっとヒッピー系のそのアーティストっぽい手作りのってたまにあるじゃないですか。でもこれ完成度っていうか、すごいでしょ。絶対だって似合うし好きだよね。いや僕好きです、ね、なんか以前撮影の時に金子さんが持ってたちょろっとこれをなんかお持ちいただいてて、こう端っこに置いてあったんですよ、出さずに。なんすかこれってこっそり鏡のところにかぶってましたやばいよね。あれだよね、 GIP の時だよ。 GIP です。 GIP のジャケットにこれがいいなと思って持ってったけど、そんな勇気なかったっていう全然、まあ、これもね偶然黄色だったんですけど、まあでもなお良しというか。でこれはあの、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、10万円するあの金子の名前のないシャツなんですけども、着たいものを作るみたいなプロジェクトを裏でひっそりやってて、まあ、それのシャツなんですけども、まあ、これ実は第1弾のこの色だったんですよ。そういえばこの黄色をテーマにしてちょっと考えてみたら、水色のシャツとこれを作ったんですけど、最初に選んだ生地は僕これだったんですよね。白とかじゃないですもんね、一発目で。でこ あのイタリアの有名なカルロリーバーというもう世界一の生地屋っすよね、コットンの。でそこの生地のスワッチを見てて、もうとにかくこの黄色が目に入っちゃって、まあ、僕こんなだし、やっぱ多分結構黄色にはうるさいんだと思うんですけどこの黄色見たことないと思ったんですよね。これはもうこのメーカーで、このしかも聞いたことあんまないボイルっていう生地の種類なんですよね、まあ、ブロードとかいろいろあると思うんですけど、ツイルとか。その中でもボイルっていうこう本当ガーゼじゃないけど透ける生地なんですけど、まあ、この繊細さと多分その生地屋だからこそのこの洗練された黄色っていうか、これ以上洗練された黄色見たことないなと思って真っ先にこれ使って作ったというシャツですね。あとまあそうです、靴下も今こんもりもうこうやってルーティンの履くやつがもうこんもりあるんですけど、その中でそういえば黄色あったなと思って一応まあ持ってきました。まあコーギー。これはあのユナイテッドアローズのアウトレットで買ったホーズの黄色。他社でも。どこで買ったっけなとか思ったんだけど、そう。そりゃこの
まあまあ厚い。あ、結構この厚手のカジュアルなソックスのホーズの黄色なんてアウトレットでしょっていう。これが悪いんじゃなくて、これも喜んで買いました。いやでもいいですねそれ。そうなんですよ。っていう、まあ、僕のあのどちらかというと、まあ、そこそこ現役なっていうか目の前にある黄色コレクションだったんですけど、でもまあみんなねどっかやっぱこのベーシックな、ね、本命の色がある横にこのちょこっとねたまに刺したいものっていうのがワードローブにあると思うんですけども、まあ、僕はたまたまそれが黄色だったりしていて、いや今日朝から気になってたんですよ。今日今ちなみにもう夜なんですけど、朝から9時半から気になってたんですけど、9時半からめっちゃ黄色で来てんなと思って、こいつ出る気満々、ね、今日テーマ黄色って当然知って、別に今日出るわけで、はい、出るつもりでもなかったし、急に今ここに座ってるんだけど、はい、もうこれを着てきたがゆえにもここに座ってしまう、座らせられましたよね、もう。そうだよね、完全に。もともと遅刻寸前で、まあ、たまたまその辺にあったのがこれだったっていう。本当に10分15分前ぐらいに起きて、結構それもびっくりだったんですけど、チープシック的な、そういうことなんですかね。まだ読んでないから分かんないですけど、でちゃんと今日トライチみたいなね、日本のワークウェアに黄色を合わせて、はい、チープシック感がもうすごい、教科書みたいなね、やらかした。あとあれだ、分かりました、まあ、せっかくなんでと思って、あのお店にあるレショップで扱ってる黄色っていうのもちょっと今日石黒くんに用意してもらったんですけど、はい、本当に今日も遅刻寸前だったのでさっき走って撮ってきました。ただこれちょっとオチがあって、あれそういえば俺黄色ってなんか仕入れしてたかなってちょっと見て思ったんですけど、まあ、当然これレショップって別に僕だけが仕入れしてるわけじゃなくて、石黒くんも選んだりするし店のスタッフも選ぶんですけど、ここにある全部僕が選んだやつじゃないっていう。そんなことあるって話ですよね。これでもあれでしょ、石黒くんが選んでるのはこの、それ僕が、はい、これそうだよね。これは違うよね。これは、はい、これはあのリパーパスなんですけども、これは多分違う面々が差し色でわざわざ黄色を選んでると。はい、でこれもでしょ、石黒くんでしょ。それ僕ですね。これから出るあれメイヤスの、はい、別注でわざわざこの黄色をね、差し色で。そうなんですよ。わざわざ何もないところからこの色を選んでますからね。黄色好きなの？いや、自分で僕自覚したことないですよ。自覚したことないよね。はい。こんなに着てて。ちなみにこのブラームスのサーマルは？あ、それ僕ですね。でしょ？ニートも絶対自分でしょ？うん、そうですね。結構。食われる勢いの黄色好き。黄色で食われる。黄色で食われるっていうね。いや、そうなんですよ。なんでだろう。これ何なの？なんか、全然、でも、あんまり意識したことはないんですけど、今思ったのは、ベージュに近い黄色が結構使いやすいなっていうのはあって。ああ、なるほどね。最初にたまにレモンがあるけどね。あ、まあ、これはそうですね。差し入れ、夏用なので。でこのメイヤスの黄色を選んだ理由は、この頃その上下で同じ色、同系色みたいなのを合わせたい、うん、でも若干ずれてる色を合わせたいっていう気分があって、うん、ベージュのチノパンにこういうベージュに近い黄色とか、ね、ミリタリーのあのいわゆるオリーブドラムに緑っぽいこのニット合わせたいとか、うん、っていうそのなんか同系色だけど若干こうずれた色を合わせるのが気分で、うん、なのでベージュと合わせてこれを選んでるんですけど、まあ、この辺もでもイメージとしては同じです、うん、まあでも全然かっこいいよね。そうなんですよね、合わせやすいし、だからやっぱ男のこの、ね、服に確実にこう差しやすいっていうか、うん、まあでも気分によっては黄色じゃないシーズンも多分あると思うけど、まあでもね、あの適当に黄色をこうテーマにした1回目なんですけども、まあ、実はお店見てみたらこんだけ黄色があって、しかも僕が別に選んでもなく、あの僕だけの黄色かと思ってたらもうこっちにもう乗れ分け伝染してましたね。めちゃくちゃしてたっていう。今日、まあ、ベージュ、ベージュか、まあ、そんなに、ああでもまあこのラインナップに乗りそうな、確かにテンションに、ね、近い、ね、並びとしてはやっぱあれかな、おしゃれな人はこういう色なのかな、
今年はやっぱ気分なんですかね。あ、僕もあれだ、あのコーデュロイのリーバイスこの間買って、そういう色か、ちょっとなんかこうベージュだけどこう黄色寄りっていうか、そう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 。ちなみに僕 iPhone のトップ画面黄色ですよ。絶対それさっき設定したでしょ。ずるいなー、それずるいですよ。本当。僕も黄色好きです。おお。いやいやいや。何の落ちもない。まあ、チクチクちょっとちゃんと。そうですね。これ。今日話してたので、あのデニムに合うみたいな、最初にそのリーバイス買いに行った話とかあるんですけど。ファッションの入り口ってデニムなのかなみたいな、その本でも確かにね、そうなんですよね。自分なりのデニムに合う色っていうのがたまたま消えたのかなっていうのを聞いてて、確かにね、これはなんか繋がっちゃいましたね、適当なテーマからまさかの、ね、この後のその、まあ、金子さんが読んで気になったところとか、まあ、ちょっと別の動画で、ね、そうですね、わ、うん、かりました。これ読んだらでもさ、ちょっと広がりそうですね。もう、うん、バイングも楽になっちゃうな僕も読みたい。まあ、あなたが自分に合ったおしゃれをしたければこの一冊あれば十分、うん、一番新しいおしゃれの考え方がわかります。でもこれを70年代に言ってるってことは、やっぱ2023年版とかね、ね、新しいってやっぱ常に変わっていくことだと思うんで、ちょっとなんかいろいろ参考になるんじゃないでしょうかね、うん、でもベーシックっていう部分もありますし、変わらない部分と変わっていく新鮮な部分と、ね、両方いろいろやれたらいいです、うん。まあ、最近入ってきたスタッフもその洋服、ね、大好きでいろいろ見てるけど、けど古着が苦手ですみたいな、あの古着をあんまよく知らないんですっていうスタッフが入ってきて、確かにでも、まあ、古着がどうこうというよりもこのやっぱベーシックってとこだと思うんだけど、そこをやっぱ知ってる知らないで、こう物の見方もね、随分やっぱ変わってくるじゃないですか、まあ、みんな当たり前にこれまあ BD じゃあ当然これもう原型ブルックスでしょみたいな、まあね、フォルムは全然違うけどやっぱそこからこう編集されたものだよねって分かるだけでこの物の見方楽しめると思うんですよね。でもこいつ知らないとちょっとなんか、ああ、 いいねみたいなあ、なんかみんな着てるよなみたいな、うんうんうん、なんかどっかこのいい根拠が分かんないみたいな、うんうん、見方が分かんないとやっぱこの良し悪しってこの本当の意味でちょっと分かんない、まあ感性だけでね行くのもすごいいいと思うんですけど、でも知るとやっぱねそういうこともあるんで、まあ その、ね、そういうスタッフも入ってきて、まあ、古着を、まあ、でもこれを見た方がいいって、そうです ね、まずは完全に、じゃあそこからこうね、あ、じゃあベーシックっていうのは常に起点になってんだみたいなことが分かれば、あ、やっぱちょっと知る意味があるなって思ってこう入っていくかもしれないし、もっとそれでその入ってきたスタッフさんも自分でその好きになりそうですもんね、うん、そのベースになる、そうですね、買い物は楽しくないでしょ。そうですね、まあ、僕も別注とかねいろいろ作ることも多いですけど、常にやっぱこうベーシックなものがやっぱりベースとして、まあ、ほぼ 100% あるんで、そこがないとやっぱこう会話もできないですもんね、この物作るときとか、まあ、そういう意味ではそこにすごく、まあ、でももっとね勉強しなきゃなっていうふうには思いました。まあ、このセンス再入門、そのやっぱ入り口としてはやっぱまずベーシックを学び、うん、そこからこのセンスってものをね多分身につけていくんだと思うんですけど、じゃあ第1回はそんな感じでしょうか、はい、ありがとうございます